お元気ですか、ボクシミです。今回は 2024BBM ベースボールカードファーストバージョン開封動画後編の10パックやっていきたいと思います。それではね、早速やっていきたいと思います。まずは後編の1パック目でございます。オリックスバファローズのマーウィン・ゴンザレス内野手でございます。で、福岡ソフトバンクホークスの近藤健介外野手でございます。で、東北楽天の、田中将大投手の、クロスカードでございます。で、オリックスの、トーマス海星投手でございます。で、これジャパニーズっていうね、ジャパイズムですかね、巨人の坂本勇人、内野手ですね。こちらね、ちょっと和式のカードでございます。こちらがね、300枚限定カードとなっております。はい、続けていきたいと思います。楽天の小蛇辰樹投手のキラーでございます。で、巨人の岡本和真内野手の、クロスカードでございます。広島の、マット・レイノルズ、内野手でございます。阪神の森下翔太外野手でございます。で、中日の、これはライデル・マルチネス、投手でございます。2袋目でございます。福岡ソフトバンクホークスの柳田悠岐外野手でございます。ロッテの、佐々木朗希投手でございます。西武の、外崎修太内野手でございます。オリックスの小田島清流投手でございます。で、日ハムの明星涼介内野手でございます。で、巨人の坂本勇人内野手のキラでございます。広島カープの田中康介内野手でございます。広島のトーマス・ハッチ投手でございます。中日のリューク内野手でございます。で、阪神の佐藤輝明内野手でございます。3袋目でございます。楽天の小深田博人内野手でございます。日本ハムの野村勇輝内野手でございます。ロッテの角中克也外野手でございます。巨人の西舘雄飛投手でございます。千葉ロッテの早坂音投手でございます。で、オリックスの横山誠也内野手の銀箔でございます。はい、続けていきます。千葉ロッテの佐々木朗希投手のキラでございます。広島カープの島内宗太郎投手でございます。で、横浜のこれ関根、大輝外野手の、カードでございます。で、巨人の馬場康介投手でございます。阪神からね、現役ドラフトに移籍しました。4袋目でございます。西武ライオンズの外崎修太内野手の
これはクロスカードでございます。楽天のこちら、早川隆久投手でございます。で、北海道日本ハムの加藤貴之投手でございます。オリックスの、山下俊平太投手の、クロスカードでございます。ちょっと映像がね、ぼやけてしまいました。失礼いたしました。ヤクルトの、松本健吾投手でございます。で、ヤクルトのこちら、西舘晃太投手のカードでございます。はい、ちょっと鏡が映ってしまいました。失礼いたしました。で、阪神タイガースの村上頌樹投手のキラでございます。で、ヤクルトの清水昇投手でございます。中日の柳裕也投手でございます。で、阪神のジェルドンノイジー外野手でございます。五袋目でございます。で、ソフトバンクホークスの柳田悠岐外野手のクロスカードでございます。で、西武ライオンズの今井達也投手でございます。で、北海道日本ハムの宮西直樹投手でございます。で、千葉ロッテのグレゴリー・ポランコ外野手でございます。阪神の津田淳也投手でございます。北海道日ハムの星野博で外野手でございます。広島カープの栗林良治投手のキラでございます。で、阪神タイガースの坂本誠志郎捕手でございます。中日ドラゴンズのアレックス・ジーカーソン外野手でございます。で、広島カープの矢崎拓也投手でございます。6袋目でございます。で、楽天の浅村秀人内野手でございます。で、ロッテの愛斗外野手でございます。で、ソフトバンクのアダム・ウォーカー外野手でございます。で、日本ハムファイターズのこちらね、チェックリストでございます。で、ソフトバンクホークスの柳町良太郎投手でございます。またちょっと映像がね、ぼやけてしまいました。大変失礼いたしました。で、阪神タイガースの下村海斗投手のこちらね、カードでございますが、こちらは200シリ限定のカードとなっております。はい、続けていきます。埼玉西武ライオンズの住谷銀次郎捕手のキラでございます。阪神タイガースの村上頌樹投手でございます。で、ヤクルトスワローズのホセ・エスパーダ投手でございます。で、こうなっております。ちょっとね、映像がぼやけておりますのでね、ちょっとアップして映したいと思います。中日ドラゴンズの細川誠也外野手の、はい、クロスカードでございます。6袋目でございます。西武ライオンズのフランチーコルデオ外野手でございます。オリックスバファローズのヌネユーマ内野手でございます。ソフトバンクのロベルト・オスナ投手でございます。西武ライオンズの栗山匠外野手でございます。
広島カープの高太一、投手でございます。で、日ハムの宮崎和樹外野手のカードでございます。あ、しまった、宮崎和樹外野手でした、失礼いたしました。中日ドラゴンズの岡林勇希、外野手でございます。で、横浜 DeNA の佐野啓太、外野手でございます。巨人の大勢投手でございます。中日の大島洋平、外野手でございます。ちょっとね、画面がずれました、失礼いたしました。8袋目でございます。はい、楽天の岸孝之投手のクロスカードでございます。オリックスの紅林幸太郎、内野手でございます。日ハムのフランミル・レイエス、外野手でございます。千葉ロッテの佐々木朗希投手のクロスカードでございます。ヤクルトの西舘晃太投手でございます。同じくロッテの上田久斗、内野手でございます。で、オリックスの山崎総一郎投手のキラでございます。で、横浜の、東克樹投手の、クロスカードでございます。で、ヤクルトの内山壮真、捕手でございます。で、中日ドラゴンズの勝野明義投手でございます。はい、9袋目でございます。また映像がね、ちょっとぼやけてしまいました。で、失礼いたしました。で、改めて9袋目開封していきたいと思います。日ハムの清宮幸太郎、内野手でございます。で、西武の隅田知一郎投手でございます。で、オリックスの山下俊平太投手でございます。で、横浜の武田陸投手でございます。武田陸、外野手でございました、失礼いたしました。で、読売ジャイアンツの、これ秋広優斗、内野手の、これはクロスカードでございますが、ちょっと虹色がね映っております。こちら100枚限定のカードでございます。こうなっております。ちょっとね、ビデオカメラの映像がちょっと映ってしまいましたけどね、ちょっとね、わかりますでしょうかね、虹がね出ております。続けていきたいと思います。高太一、投手の木田でございます。阿部慎之助、監督でございます。で、ヤクルトの石川正則投手でございます。で、横浜の伊勢博夢、投手でございます。で、横浜の石田健太、投手でございます。最後の、10袋目でございます。オリックスの森友哉捕手の、クロスカードでございます。楽天の島内宏明、外野手でございます。で、千葉ロッテの佐々木朗希投手の、ね、クロスカードでございます。で、ヤクルトの鈴木京、捕手でございます。千葉ロッテの大谷光投手でございます。で、西武の平海馬投手の木田でございます。で、横浜の牧秀悟、内野手でございます。
読売ジャイアンツの、これ梶谷孝之外野手でございます。で広島カープの小野海斗内野手のこれクロスカードでございます。で最後は阪神の、ハビー・ゲラ投手で、ございます。はい、以上でございます。以上で、2024BBM ベースボールカードファーストバージョン開封動画後編の10パックやっていきたいと、すみません、終わります。今回はですね、こちらね、ちょっと映像がね、ぼやけておりますので、最後はこちらね、坂本勇人投手のね、坂本勇人ね、内野手でございます。またね、大変失礼いたしました。こちらのね、このジャパイズムカードを見て終わりたいと思います。で、次回はですね、エポックのヤクルトスワローズを、予定しております。よかったら見に来てください。でちょっとね、ところどころ間違いがありましたところを深くお詫び申し上げます。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。